森谷あかねと宮田まなむちゃんです。ごめんなさい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますって言ってます。なんでこの声なの？昨日握手会でちょっと頑張ったら今朝声が出なくなってました。聞こえました？握手会で声が枯れちゃったみたいです。私が反復します。お願いします。今日は、私のお気に入りのお店へ一緒に行ってきまーす。じゃーん、こんな感じです。お邪魔しまーす。こんにちは。いい匂い、めっちゃいい匂い、ね、まなむちゃんとは、なんだろうね、みんないろんな関係性があるけど、どういうペアかな。私が森谷さんのことが大好きだからだと思います。え、だってだって。嬉しいですね。でも最初からすごいこう好きって言ってくれてて、もう私はこの子を推すって決めてたので、今日一緒になれて嬉しいです。まずコースのアンティパスタプレートから。好きな食べ物は？野菜とか好きです。野菜好き？じゃあもうぴったりだね。本当に。他の野菜大好き。ズッキーニとトマトが好きです。うん。美味しそう。うん。うんうん。うんうん。二人で出かけるの初めてだよね。初めてです。そうか。初めてです。ねえねえ、そうだよね。幸せ。いつからさ、欅坂って知ってたの？あ、でも最初から知ってて、最初の頃はずっと私受験生だったので、あんまテレビとか見てなかったんですけど、サイレントマジョリティとかも持ってて、全部持ってて。すごい嬉しい。なんかこういう話をさ、聞く機会が全然ないから、すごい嬉しい。そうなんだ。そうなんです。最初からずっと好きでした。めっちゃ嬉しい。ありがとう。自分がグループの中にいると、なんか客観的に見れなくて、どういう風な感じで思われてたのかなとか、全然想像がつかないの。だから、こういう風に聞けると、新鮮。ガスパチョです。ミネストローネ。ミネストローネも美味しそう。ね、口に入れた瞬間ね、トマトの香りがふわーって。美味しそう。トマトも美味しいよな。なんか仲いい子とかいる？いる、若いとお子様さんと仲いいです。そうなんだ。なんか2人ともこうしとやかなイメージ。あんまり2人ともそんなになんか大声で騒いだりとかないんですけど、なんか2人ともちょっと天然が入ってて。天然なの？可愛いね、天然ちゃんね。森谷さんは誰と仲いいんですか？誰かな。みんな仲いいから、お互いみんなからいろんなこと出かけるし、今年に入ってモゼちゃんと2人で映画見に行って、マオちゃんとも夢の国に行って、
ナミルとかき氷食べに行って結構行ってるね。こちらがベジラザニアです。わー、ラザニア。でもベジだよ。美味しそうね。うんうんうん、美味しい。はい、トマトの香りと、うん、豆乳のホワイトソースのまろやかさが、うん、絶妙にマッチしていて、うん、美味しいです。イエーイ、オッケー。食レポ難しい。難しいよね。ナレーさん、初めてのアイドル撮影の時どうでしたか？初めてはサイレントマジョリティだけど、でもすごい練習してた気がする。なんか出番じゃない時みんなスタジオで踊ってたりとか、最初だからどういう感じか分かんないじゃん。こんなに踊るんだって思ったもん。でも、あとこの一つの作品のためにこんなにいろんな人が関わってるなと思う。すごいびっくりしました。本当になんか支えられて私たちはいるって改めて思う、いつも。一番好きな曲は何？MP だと生まれ出すもの。すごい好きで、なんかすごい衣装が似合ってて、それが本当に毎朝ばっかりで。そんな言われたことないから嬉しい。なんか、うん、鉛筆か何かこうやってこうやって持ってるから、うんうんうん、前が好きで。よく覚えてるね。すっごいスクショして、うわー、ありがとう。ご飯いっぱい食べる方？結構食べる。食べる？お金も食べる。もう全然お腹いっぱいになるのに。すごいわかりますね。ケータリングとか結構めっちゃ食べる。なんか無限のだとね、そういうの。野菜とかこういうのだったら永遠に食べ続けられる。わかる。お肉とかも永遠にいけるの。もういけない。止まんない。失礼します。すごーい。失礼しました。はーい。高すぎる。マンゴーは宮崎さんのマンゴー。わー、宮崎マンゴーだって。めっちゃ美味しい。マンゴー本当大好きで、マンゴー好き。マンゴー好き？なんか小さい頃食べれなかったんだけど、沖縄に初めて行った時、そうなんですか。もう美味しすぎて感動して、それから大好きになった。もうずっと好き。幸せが詰まってます。ね。美容とか好き？好きです。そうなんだ。ブログとかで、うんうん、美容系のこと載せてらっしゃるのとかも、うん、めっちゃ参考にしてて、うん、そうなんです。いつも勉強させていただいてます。そんなにもありがとう。マリアさん、すごい肌綺麗じゃないですか。何がいいの？正解の。食べ物は気をつけてる。最近毎日朝スムージー作って仕事に行ってる。すごい。意識しないと野菜が取れなくて、だから朝小松菜とほうれん草をもう3束4束ぐらい入れて、合計6ぐらい6束ぐらいになるんだけど、入れてバナナ1本入れて、リンゴ4分の1入れて、甘酒とか入れてスムージー作って、ね、飲んでる。参考にしよう。作ります。うん、ぜひ。美味しいよ。休みの日は何することが多い？散歩するの？うん、なんかいろんなとこ歩き回ってます。散歩、散歩するんだ。マリオさんは何してるんですか？こう空いてる時間が嫌で全部詰め込んでる。こう予定をびっしり入れたい人で、もうだいたい1日埋まるね、美容とかで。すごい。今度撮影なしで普通にご飯も行きたいね。行きたい。お、行きたい。これが普通なの。うん、ぜひ。全然それも可愛いけどね。欅坂46千鳥 TV でした。
またねー。